オスターカッペルンは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブルック軍の町村である。オスターカッペルンは、その南部地区が位置する BN 山地北斜面から、北部地区が属す湿地平原への移行部に位置し、自然、ジオパークテッタ、ビータに属している。ミッテルラントウンガが、町内北部のフェンネ地区とシュバクストルフ地区を通っている。ビーエン山地、フェンネの湿地、 ゲーストラントのアレチ、草地、コンコーリンが多彩な地形を作り出している。オスターカッペルンは、東はボームテおよびバートエッセン、南はビッセンドルフ、西はベルムおよびブラームシェ、北はノイ・エンギルヒエンフェルデンと境を接している。この町の地区と人口の概数は以下の通り、ダルプ・フェンナー・シュタイネツーこの町の町域では、古代から定住がなされていた。5000年前には、 b n 産地と湿地の間に数多くの石塚が築かれた。中でもダルップ・フェンナー・シュタイネとドリーハウザー・シュタイネは巨石文化街道沿いにある。シュニッペンブルクの城塞や跡シュバックストルフ地区のシュニッペンブルク近くに鉄器時代の防衛城塞がある。新しい研究ではこの施設は紀元前3世紀から紀元前2世紀に使用されたとされている。発掘調査の結果。 詳細な建設時期は、紀元前278年から紀元前268年と判明した。この防衛施設は、自然に風化する前に、原因は不明だが完全に消失していた。数多くの出土品が、この施設の重要性を示している。この周辺地域で鉄が採取でき、加工が行われていた。この防衛状態は、大きな定住地域の中心であったと考えられる。 様々な証拠が、シュニッペンブルクが単なる入植地や公益地であっただけでなく、宗教儀式を行う場所でもあったことを示している。一連のシュニッペンブルク発掘プロジェクトにより、犠牲者の墓のあるエリアが確定された。この研究結果は、2007年から移動展覧会で紹介されている。ブラームシェトオスターカッペルンとの間に、ヨーロッパ史上を重要な、 トイトブルクの戦いの戦場があったと推測されている。この戦いでは、ケルスカー族の族長アルミニウス率いるゲルマン軍が、ローマ軍3軍団に壊滅的打撃を与えた。フェンネは1074年、シュバクストルフは1090年、オスターカッペルンは1198年に、初めて文献に記録されている。現在の自治体オスターカッペルンは、 1972年7月1日にザムトゲマインデ・オスターカッペルンとザムトゲマインデ・フェンネ及びシュバクストルフが合併して成立した。1975年7月1日、隣のボームテから人口100人の地域が移管された。以下の表は各年の12月31日時点での長域における人口を示している。数値は 1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザククン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。超域は1975年7月1日に現在の形になった。 オスターカッペルンの町議会は24議席で構成されている。これは人口9001人から1万人の自治体に対する規定に従ったものである。24人の議員は5年ごとに住民による選挙で選出される。上記議員の他に町長,長も町議会で投票権を持つ。オスターカッペルンの町長,長はライナー・エラーマンである。 彼は2014年5月25日の選挙で63.5%の票を得て再選された。対立候補のヨハネス・クレッカーの得票率は36.5%であった。この選挙の投票率は56.5%であった。エラーマンは2014年11月1日から新たな人気に入った。オスター・カッペルンの紋章には黒い輪が描かれており、長名の頭文字。 王やオスナブディックの輪を想起させる。八つの赤いひし形は、かつて独立した町村であった、集落ハーレン、ヒッツイエスティングハウゼン、ノルトハウゼン、オスターカッペルン、ブロックステン、フォアバルデ、ニーベッデ、シュバクストルフを表している。この紋章は、1972年の地域、行政改革に伴い、オスターカッペルン町議会の依頼によって制作された。フェンネは、 民謡の中心地とされている。ここでは5月の母の日の週末に国際フェンネの民謡の春が開催される。この他にレストランリンネンシミットでは毎月ライブコンサートが開催されている。聖ランベルトゥス教会外の中心に立つカトリックの聖ランベルトゥス教会はおそらくオスターカッペルンで最も古くに創設された。本堂は1873年に ネオゴシック様式で建設されたロマネスク様式の教会棟は14世紀の仙台の教会堂の遺構である。この仙台教会の本堂は1872年に取り壊された。この教会はオスナブリックの彫刻家バルター・メルマンが制作した祭壇、朗読壇、天外付き聖岩を備えている。復元された鉄器時代の住居鉄器時代に シュニッペンブルクに築かれたダルプフェンネの巨石簿、ダルプフェンネの復元された鉄器時代の住居、ブラームシェとオスターカッペルンとの間のトイトブルクの戦いの古戦場は考古学的価値がある。ただし、これらはオスターカッペルンに利益をもたらしていない。カルクリーゼ博物館及び公園は完全にブラームシェ市内にある。レストラン、バインカーから遠くない大きな湿地では、 世界最古の板敷き道が発掘された。フェンネの博物館島は見学する価値がある。オスターカッペルンは巨石文化街道のステーションであり、ディーバーウォーク沿いに位置している。ゴルフにはゴルフクラブウアルスが利用できる。ここには3ホールのショートコースと18ホールのコースがある。レジャーパーク黒年税では自然を体験できる。ここにはキャンプ場やキャンピングカーの駐車場がある。 また、40ヘクタールのクローネン税で、ウォータースポーツが楽しむことができる。標識が整備された自転車道や遊歩道は、様々なテーマを持つルートが用意されている、ペトケンブルクの池では、釣りができる。2008年11月9日、ユダヤ排斥運動の日、水晶の夜から70周年を迎えた。これを機会に、ケルンの芸術家、グンター・デムニヒが制作した6つのつまきの石が、 同年11月11日にオスターカッペルンに設置された。これは国家社会主義独裁性の犠牲者を記念し、彼らの住まいや職場だった場所に設置されるものである。連邦道 B51 号線と B65 号線の共通区間がオスターカッペルン南部を東西に通っている。B218 号線は、 北部地区のフェンネとシュバクストルフを北西から南東に通っている。フェンネ、シュバクストルフ、オスターカッペルン地区は平日には1時間ごとにオスナブリュック発着のバス路線が運行しているが運行している。金曜日と土曜日にはオスナブリュックとの間に夜行バスも運行される。オスターカッペルンは N276 号線フェンネとシュバクストルフは N273 号線である。さらに1時間ごとに、バートエッセンやプロイッシュオルデンドルフ行きのバス路線もある。鉄道オスナブリュックブレーメン線がこの町を通っている。しかし、オスターカッペルン地区にあった駅は現在は営業していない。ミッテルラント運河が町内を東西に通っている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。